フリゼット、フリゼット、1905年から1930年は、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレットの競争場、及び繁殖品場、20世紀初頭から現代にかけて続く、メス系の祖として、現代競馬に強い影響を残した。父ハンブルク、ボフセントサイモンという、この配合を組んだのは、19世紀アメリカの弁護士、 および名オーナーブリーダーであった、ウィリアム・コリンズ・ホイットニーである。ホイットニーは、セント・サイモン・サンクの貧馬、オンドリーに、自身が所有するシュボバ・ハンブルクを種付けした。1904年2月2日に、ホイットニーが死去すると、彼の所有していた馬は、競売にかけられた。オンドリーも、ハンブルクの子を見ごもったまま同年10月に、マディソン・スクウェア・ガーデンでの競売にかけれ、 ホイットニーにとって競馬、ビジネスの両面でライバル関係にあったジェームズ・ロバート・キーンに1万4千ドルで購入された。ケンタッキー州歴ントンの近くにあったキーン所有の牧場、キャッスルトンスタッドに移されたオンドゥリーはそこで1905年に幅広の縦紙を持つ影の品馬を生んだ。それが後のフリゼットであった。 ジェームズ・ロー調教師はキーンと親しい調教師の一人で、以前にはコマンドを予託していた人物である。フリゼットはそのローのもとに、コリンやケルトなどと共に預けられ、1907年にデビューした。その競争成績はそれほど際立ったものではなかった。2歳児は休戦して4勝、ローズデール・ステークスなどステークス競争にも勝っているが、早くもクレーミング競争へ出走させられていた。 その後、クレーミング競争において、ブルックリンの弁護士 JA ベルンベルクに2000ドルで譲渡された。3歳児、フリゼットは、ベルンベルク所有の下で、数多くの出走を経験した。その多くは、クレーミング競争で、27円で発勝2着6回の成績を残した。1908年9月18日、クレーブゼンド競馬場で行われた旧波論戦。 シーブリーズ・ステークスの後、フリゼットは、キーマン B ・デュリエーに購入された。デュリエーは、ニューヨーク競馬に携わっていた、ホースマンで、この当時成立が予期されていた、賭博行為の禁止条例、後の1910年に、成立、2年間施行されたによって苦境に立たされている人物の人でもあった。デュリエイは、新たな事業として、フランスでの馬産を計画し、 その牧場の基礎品場としてフリゼットを購入したのであった。1908年の年末、フリゼットは他の品場数等と共にフランスへと渡航した。繁殖シーズンまではまだ期間があったため、繁殖に入る前にフランスで競争に出走、勝ちを収めている。フリゼットは1909年の春に引退し、デュリエの作ったノルマンディの牧場で繁殖入りした。 同牧場における主要種母馬に、かつてデュリエがアメリカで所有していた馬の一頭、アイリッシュラットがいた。フリゼットは初年度にこのアイリッシュラットと交配され、翌年に影の品馬を生んだ。この品馬は、バンシーと名付けられて競争馬デビューし、1913年のプールレッセデプーリッシュ、フランスシンギニーに優勝、フリゼットの繁殖品馬としての資質を証明した。後に。 バンシーも繁殖品場として牧場につなぎをされている。1916年にデュリエが他界するとデュリエプ夫人は遺言に従って牧場を存続させたがその規模を縮小させている。この頃デュリエの牧場からそう遠くない場所に繊維業で財産を築いた事業者マルセル・ブサックが自身の牧場を建設しようとしていた。 1919年、デュリエープ人とブサックは、夫人の牧場にいる一歳馬をブサックに売る契約を交わした。この時、ブサックが手に入れた馬の中には、フリゼットの産んだ父デュルバルの品馬、そしてバンシーの産んだ父デュルバルの品馬が含まれていた。後に、両者は、フランス品馬クラシック路線を賑わす存在となり、前者は、モルニ賞やホレ賞に勝つデュルゼッタに、 後者はグランクリテリウムやベルメイユ勝に勝つデュルバンとなった。そしてこれらはブサックの生産における基礎品場となり、ブサックのオーナーブリーダー業の礎となった。フリゼットの産区からは8頭の産区が勝ち上がりを決め、そのうち5頭がステークス競争の勝ち馬となる堅実な繁殖成績を残したが、1920年生のオンデュレーションを出した後は、 競争価値馬を出すとはなかった。しかし、フリゼット産区の価値は、その競争成績よりも、メス系としてそれ以上の大きな貢献があったことで、知られる。1926年、デュエリープ人は牧場、およびそこに残っていたすべての馬を売却した。その中には21歳になったフリゼットも含まれており、ブサックによって買い取られた。フリゼットは、 ブサックの馬さんの基本となる貧馬たちの祖になるという大きな功績を残した基礎貧馬であったが、ブサックが手にした時にはすでに高齢で、特に最後の2年間は高齢のため産区を出すこともできなかった。フリゼットは24歳の時、見切りをつけたブサックによって屠殺上へと送られ、屠殺処分という形でその生涯を終えた。フリゼットのメス系から出た代表3区の一等に、 ブサックの馬さんにおける傑作の一つトールビヨンがいる。種ボバとしてフランス系和解の頂点に長期間訓練したトールビヨンにはフリゼットが持っていたレキシントンの血統が流れていた。レキシントンはゼネラルスタッドブックに遡れない血統を持っている馬の一頭で当時存在したジャージー規則によってサラブレとして認められなかった馬であり。 その子孫はイギリスに輸入することができなかった。しかしそのサラブレッドとして認められない馬であるはずのトールビオン3区の活躍は顕著で、これが後にその規則を見直す契機となり、1949年になってジャージー規則は撤廃されている。このほかでは20世紀前半ではアメリカ電動馬にもなったマートルーと20世紀後半では同じくアメリカ電動馬ダリアや ミスター・プロスペクター、シアトル・スルーなどが出ている。日本でもこのメス系から出た名馬は多く、プリティキャストや、桜・チトセオーなどがここを出身としている。父・ハンブルグは1890年代に活躍した、馬で2歳では135ポンド、約61.2キログラムを背負って、グレート・イースタン・ハンディキャップに勝ち、3歳時には、ローレンス・リアライゼーション・ステークスで勝ちしている。 競争馬として活躍した産区も多く、代表産区に、アメリカ伝道馬アートフルなどがいる。母、オンデリーが、キャッスルトンスタッドで生んだ産区は、フリゼットのみで、その直後アルゼンチンへと売却された。フリゼットの他の産区に、種ボバになったマラトン、ケンタッキーダービー優勝馬ビヘーブイブリアセルフの父、アルゼンチンの競争馬ジグザグなどがいる。三大母ショットオーバーは、 2000ギニーダービーステークスの2冠を達成し、イギリスクラシック3冠に挑んだ史上唯一の品馬である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。